はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランです。はい、じゃあこんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はいはいはい、前回ですね、山口百恵さんの夜ヒット、多分テレビの最後の映像だと思うんですけども、そうですね、はい、ラストライブの、どっちも最後の映像を見てあまりにも興奮しすぎて、あの歌唱について語れなかったんで、そう、語れんかったですよ。ちょっと別の話にしようぜっていうことになりました。そうですね、はいはい、はい、でちょっと休憩しまして、その後撮った動画になりますけども、山口百恵さんの歌唱について、はい、さよならの向こう側についてですね、はい、さよならの向こう側っていう曲をだから聞いたんです。私結構思ったのが、うん、まあ、夜のヒットスタジオのね、あの映像を見て、うんうん、エコーほぼかかってなかったじゃないですか。ほとんどかかってないですね。あれ、エコーかかってないっていうのはごまかし全く聞かないんです。そう、聞かないです。音外してるとこ細かに全部出ますので、うん、あのどれだけ下手くそかっていうのがもろ出るんですけど、うん、全然音外してなかったですよね、うん、そうそう、あのちょっとうるってなってるところうるって なってたんですけど、うん、めっちゃうまいですよね、やっぱり歌今更ながら。でさ、あのA メロの低音よ。そう、南国光年はいいんですよ。あの10秒があるというところから出ないんです。あれさあ出ないんです。あえてでも体格のいい人とかやったら出やすいんですけど、うん、背がもっと高いとか、うんうん、山口百恵さんって普通の標準体型ですから。そう、 そうなんです。それぐらいの、まあ言ったらどっちかというと華奢な方なんですけども、うん、それであの何て読んでるってめっちゃすごい。寿命があるとののもうもう潰れるんですよ、タイガーショットニョ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 言うてね。そう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 、それがちゃんと言葉聞こえるし、うん、音潰れず高音成分もしっかり混ざった形でね、うん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 、発生されてるんで、そこねえげつないな思ってあれはすごい。で、あの低音が出るっていうのはね、あ、なかなかあれ女性歌手であの低音聞かないですよね。男性の音域に近いところはあると思います。僕らが歌う音域です、うん、だから普通は出ないんですけどね、うんうん、あの私らが取り扱ってる、ね、あの歌手さんで岩崎宏美さんがやっぱり低音綺麗に出るっていうところあるんですけど、はい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 、それよりさらにまた下のところの音を出てるので、ちょっと下ですね、はい、これは普通の女性歌えへんぞみたいなで基本的に百恵さんって低音気味ですからね、うん、その曲自体が、うん、はい、で、まあ、低音でもあそこまで綺麗に出せる、いやー女性歌手であの低音出せる人って私でもギリ無理や思うんで、うん、この人もね結構低いんですけど、ね、そうなんですけどね、うん、多分もうほんま僕らぐらいの低音ですわ、うん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 、男性やんみたいなね、うん、いやちょっとね男性っぽいところがあるんですよね百恵さんって。そう、それは思いました。雰囲気とか全部入れたら、うん、うんうん、なんか声がかっこいいんですよ。かっこいいですね。まず何て言うんですか、かっこいい、それに尽きるだってあれロックも歌えるし、あの声やったら、うんうん、なりたいでしょ。なりたいあの声なれたらもういろんな音楽できるもん。いろんな、そりゃそうですよ。ロックから何から何までね、うん、激しい歌ね、聞かせる歌でもあの声ってすごくこうね魅力的な声なんで聞いちゃうじゃないですか、うん、で山口百恵百恵みたいなね、ちょっとハスキー寄りなんですよね、うん、そう、そのなんかいろんな倍音の多さで言うとちょっとハスキー寄りなんですよ。でね、やっぱりね、こうロングトーンの時の伸ばしてる時の声がまあ色気あるんすよ。あなたのぬくもりの伸ばすところがちょうどね中低音の音の厚みが一番あるんですよ、うん、そこでね女性コロッといく、うん、かっこいいし色気あるし、もうささやいてみたいないやそうなるんですって。ほんまにええ声、あれはもうなりたい。あれね、あれあの声慣れたらもういろんな曲できるしね。そう、羨ましいわ。すごいわ。ほんまに。また新たなものを見つけてしまいましたね。いやもうね、なりたい声いっぱいある。なりたい声いっぱいある。でもね、やっぱり絶対僕は思うんですけど、まあ歌唱とは関係ないんですけど、うん、絶対女性にモテてましたよ。だと思いますよ。また変な意味じゃないですよ。でもその女性ファン、ね、僕はその当時知らないんですけども、おそらくあれ女性ファンめちゃくちゃ来てると思うんですよ。あのラストライブの映像でも、うん、あのファンの方々が映ってる瞬間あったじゃないですか、うんうんうん、女性、おお、うん、おおみたいな、そう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 、ね、
で、まあ、僕年齢は45ですけども、まあ、同世代の、まあ、女性とたまに飲みに行くとかやってたんですけども、はいはいはい、カラオケで歌うんですよ、このさよならの向こう側に、はい、で女の人これ歌った時絶対泣くんですよで、その意味がわかる。で、その意味がこのラストライブ見たらわかった。わかる。あれ歌ったら絶対あのシーン頭出てくるやん。そうそう、私も泣くと思う。そら泣ける、泣けるで出ました、マニアック。これはちょっと分かる人とか、あのね泣けるでっていうのね、仮面ライダーのね、仮面ライダー大好きなんで、はいはいはい、電王のやつとあるキャラをやったんですけど、はい、いやでもあれは泣ける、泣ける、泣けるでしょう。歌詞がね、もうお別れする方の、うん、歌詞なんですけども、それをね、なんかのラストライブ見たら本当にね、うん、来ていただいたファンの方々、うん、全国のファンの方々みたいな、こう向けて歌ってるのがすごい伝わってくるんで、やっぱりそれ重ねてしまうんですよね、うん、自分そうじゃないけど、うん、いやでもその場面すごいわかるみたいなところがあるんで、うんうんうん、やったらもうボロ泣きですわ。だからあれカラオケで歌うときはこの映像を見てから歌ったらもうまともに歌えないです、多分。あの、Thank you for your kindness とかで、Thank you for your kindness なるよね。だから俺、分からんかった。俺、実は見たことなかって、うんうんうん、で、その、なんか去年かなんかにその映像を撮ってたんですけど、そのラストライブ放映されたんで、はい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 、テレビ一斉にね、はいはい、放映されたんで、それを保存してたんですけども、それ見て、やっぱ、あ、意味が分かったと。もうこれをこのさよならの向こう側を歌う女性みんな泣くっていう、このあるあるがなぜそうなるかっていう理由がもうよくよく分かったなっていう感じですね。もうね、あのなんだろう、この曲の構成の仕方もいいですよね。なんかこう徐々に徐々に盛り上がっていくっていうところで、でこっからさ一番のメインの、そう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 、メインディッシュ行くんかいったらもう一個入んねんこれみたいなのが入っちゃうっていうところで、なんかもうね、なんかこう感情がブワッて出てくるんですよね、うん、でそこのなんかこうふわっと落ち着くところでもうちょっと感極まりそうなところを抑えながらっていうのができて、最後のなんかブワーってなるところでうわーみたいなねさよならのがれーって絶対なるなるよね。なるで、これは泣く理由が分かったなっていう感じなんですけど、曲もね構成すごいし、この曲でもその、まあ、バラード系ですけども、うん、どっちかというとその中でもちょっとパワー使うじゃないですか、最後の方とかは、うんうんうん、さよならのとか代わりにのところですね。あの件って英語のところはちょっとポソッと歌うんですけども、さよならの代わりにというところをバッてこう出すっていうところ、ちょっとパワーが そこのまたパワーの使い方がかっこいいんですよ、桃江さんのこうやってね、あのなんかさよならの代わりにじゃなくて、さよならの代わりにみたいな、この波がもう、そうそう、もう、うおー来るみたいなねあれはちょっと卑怯やわあれ、ああいう声の人もまずいないんで、いや、いないです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 、はぁ、かっこええわ、かっこいい、もうね、なんか太さというか、女性でまずあんな太い声してる人ってまずあんまりいないんで、うん、でも太いは太いんですけど、やっぱり女性的要素の声も入ってるし、そうなんですよ、だからすごい魅力的なんだと思うんですよ、うん、ザ・太いオブ・クイーン言ったらもう、うん、ダーバーの和田アキ子さんじゃないですか、ハンコロバー、そうそうそう、ザ・太い声っていう感じなんですけど、うん、でもその太い声にやっぱりこう女性の高いところの成分の音がうまいことマッチして入ってるんで、うん、もうすごいですよね、男女問わずみんなに愛されるで、ね、映像を見せなくて今この令和の時代に、うん、例えば桃江さんで別の曲を作りました、はい、で桃江さんが歌いましたっていう曲をリリースしたら、ワンチャンこれ男性歌手と勘違いする人出てくるん違うっていうぐらいの、それあると思う、うん、あると思うんですよ、あると思う、あの声やと、うん、だって声高い男性、ね、結構いてるじゃないですか、うんうん、だって声高い男性より声低いですよ、桃江さん、本当に、そう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 、なのにでもやっぱり女性の声の要素も綺麗に、そうなんですよ、均等に混ざってるんで、あれ男性の音域、あ女性、え、うんうんみたいなね、で倍音成分かなり多いですからね、桃江さんの声って その低いところに倍音が乗っかってるから、その倍音成分が女性的なんですよね、だからなんかね、こう
男性が聞いても色っぽいなって思えるし、女性が聞いても色っぽいなって思える声なんで、色っぽいし ね、かっこいいしね、なんかいろんな要素持ってるなと思いましたね。いろんなこう要素が詰まった声してますよね、うん、で、もう7時間美人です、ね、そう、ほんま綺麗。あのね、違うんですよ、その、なんて言ったんやねん。あの、お顔立ちも美しいんですけど、なんかもう存在自体がもう、なんか、なんだろう、なぁ、なぁ、まあ、現代どうよこうよ言うつもりじゃないんですけども、今ってまあどっちか言うと、そのはっきりした顔立ちとか、洋風じゃないですか、美人って言われる人って、目がパッチリしてて、ね、で、桃江さんって決してそうじゃないんですよ、うん、そう和風美人なんですよ、すごい。はいはいはい、そうですよね、そうですよね、分かる分かる分かる。でもなんかね、それがね、むちゃくちゃもう綺麗だと思って、ほんでね、目が離せないんですよね、うん、見てもたら、あ、そうそうそうみたいな、そう、あ、すごい、え、なんか目を引いちゃうわみたいな感じの、なんなんでしょうね、あれね。いやでもやっぱり、ね、これ誰か科学的に分析、オーラですよ、もうね、ざっくりオーラですよ。これでも僕科学的に分析したよ、これなんかその一覧とかなんかこう、ね、なんかすごいなと思って。でも唯一無二じゃないですか、あの方の存在感って、うん、なんだろう、誰にも真似できんっていうか。だから僕がもう、ね、そのちっちゃい頃には引退されてたんで、うんうん、その当時の状況とかは全く知らないんですけどもね、うん、でも、こうやって大人になって、やっぱりそんだけ山口百恵さんっていうのはスターだっていうのを聞いてから、うん、こうやって大人になって、うん、ちょっと映像見たりとか聞いてみたりとかするんですけども、うん、それで見た時に、まあ歌もすごいし、でこのなんなんこの見た目っていう、これ反則やでってですかね。でもね、男性の格好させても絶対似合いますね、似合いますね。そう、だからなんだろう、どっちともつかへん感じがすごい、なんかこうミステリアスじゃないですか、うんうんうん、存在自体がなんかいろんなベールに包まれすぎて、あ、そこ一理あるかも、ね、うんうん、なんかこう謎な部分が多くないです、山口百恵さんって。そうそうそう、謎な部分が多いから逆にそれが魅力だったりするんですよ、ファンからすると。だからもう見てまうんですよ、うんうん、何なんやろこの人みたいな、うん、いや、ね、でもあのなんか映像を見ながらちょっとほんまこうじーっとやっぱ見ますよね、この歌ってこうやってずっと見ちゃう、見ちゃうんですよ。だからあのラストライバーの背中向けてこう歩いていく時もじーって見ちゃうじゃないですか。あれはすごいなと思って、あ、そこ大きいと思いますよ、ミステリアス。そうなんだ、から中性的というか、ね、なん中性的とも言わんな、うん、なんでしょうね。でも女性のところはきっちり女性なんですよ、でも男性的要素もあるし、あるんですよ。なんかこの人の位置づけは何なんだろうと思って、多分普通の枠組みの中に収まらない人だからこそ、ね、みんな見ちゃうんだと思うんですよ、ね、憧れちゃうんでしょうね。そう、カテゴリーができないんですよ、山口百恵さんだけど、うん、山口百恵っていうカテゴリーなんですよ。そう、ね、あの方以外にああいう感じの人ってあんまり見たことないなっていうのがありました。だからこうね、まあ、近いところで言うと中森明菜さんとかの辺ですけども、でも中森明菜さんってやっぱ女性じゃないですか。そうですね、うん、で桃江さんの場合はもうちょっと違うというか、うん、なんか不思議なんですよね、不思議なんですよね、とりあえずいろんな要素が入りすぎて、このなんかあの3次元の世界では表せないなんかがあるのかもしれないですよ。4次元いっちゃいます。4次元、5次元の世界なんですよね。だからすごいっすよね、第6巻とかいうやつですかね、うん、そう、だからこの人はこれだっていうあのレッテルが貼れないんですよ、うん、あのですよね、ラベリングができないっていうんですかね、ジャンル分けができない、そう、ジャンル分けができないので、すごいですね、ジャンル分けできひん、うん、こう存在って。そうなんですよ。だって私だったら、まあ、男みたいな女みたいな、ね、うん、分け方ができるじゃないですか。そう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 、でもそれができないんですよね。できないですね。そう、どっちとも取れるしなと思って、どっちの成分も入ってるしっていうのがあって、うん、かといって女性を捨ててるサバサバ系なのかっていったら違うし、違うんですよ、はい、かといって女女してる女性なのかっていったらそうでもないし、うん、なんなのかっていう、なんか不思議が多い、存在も歌唱もなんかいろんな要素を含んでるんで、うん、もうほんと私なんか頭混乱してきたわ今。でね、だからまあちょっと今後山口百恵さんももちろんずっとやっていこうと思いますけど、ね、いやもっともっと解剖って言ったらあかんですね、もういろいろね、なんかこう研究していきたいなっていう、学ぶところむちゃくちゃ多いですし、それはそうはならないですけど、そのできるところはね、うん、なんかやっていきたい。いやでも歌唱は本当にね、
低温のところがすごいですわ。低温と低温にかかる倍音っていう、まあ言ったら雑味の部分なんですけども、うんうんうん、その息の入り方とかがこれまた絶妙なんですよね。そう、低音って本当に低音だけでクリーンな声でやると多分聞こえないんですけども、うん、その倍音で聞かせてるところがすごく大きくて、そうそうそう、結構なんかあのささやく成分の多い声してはります、うん、息の量が多いって言いますか、うん、ただなんかカスカスにならずにちゃんと音になって出てるっていうのが、うわこれは天性のもんやなって思いますよね。ハスキーじゃな、ハス、完全ハスキーじゃないんですけど、ハスキー寄りなんですけども、そうそうそう、あのガサガサじゃなくて、そうなんですよ、ハスキーとクリアの相足して2で割ったみたいな声してるんで、うん、もうめっちゃ羨ましい。でなんか歌うと綺麗に聞こえるっていうね。そう、まあ、ね、それも天性のね、まあ声帯をお持ちなんだと思うんですけどね。声帯変えてほしいわ。そんなんできたらね、誰もがもう思ったような人生歩めるみたいな。だからかなりその元の音に対して倍音っていうか雑味の多い方なんですよ、うんうん、その声の成分です、うん、倍音成分がかなり多い方です、うん、桃江さんって、うん、だからその、まあ、低音のところも高音のところも歌っても、ね、かなりその音の声の厚みはかなり多い方、ね、広がりがすごいあるっていうか、だからこっから出てるというか、もう本当に面で出てるみたいなね、うん、聞こえ方する方ですもんね。綺麗に聞こえる時もあるし、うん、おおかっこええってなる時もあるし、そうだから前回はあのロックンロールウィードって聞きましたが、うん、あれもかっこいいですよね。かっこいいですよ、あのなんていうんですかね、歪んだ声も出せちゃうよっていう、しかも軽々。あの声だからできるのよ。すごいな、あの声を持ってるからあの曲できんねん。そうロックンロールビートはははーのところね。そうそう、あれがまた別の歌手が歌うとちょっとなんか拍子抜けしちゃうんですよ ね。なんかこう厚みが足りなさすぎてっていうか、であれ桃江さんのあの倍音成分の多い声でやるからあの曲が成り立つ、ね、そうだから迫力が出るっていうやつですよね。女性歌手がやっぱりロック歌うと何が足りないかって言ったら迫力がどうしてもちょっとなかなかっていうところがね、うん、あったりするんで、その迫力っていう一番のその女性の弱点を桃江さんはちゃんと克服じゃないです、ね、あれ元々からその弱点ないんですよね。そうそうそう、ないんですよ、日の打ちどころもない。日の打ちどころがないんですよ、そもそも。だからあんな激しい曲もできたりとかするんですけど ね、いやちょっとね、もう万能ですよ。とりあえず映像を見てポカーンとした後のこの動画なんですけど、ね、でもその映像に引きずられて歌唱のところ最初触れたにもかかわらず、最終的に山口百恵とは何ぞやみたいなところになるっていうね。もうそっちにテーマが大きくなっちゃった。いやでもほんとなんかすごいわ。ということでもうね、まあ、今回はちょっと歌唱についてねちょっと語ってみましたけども、まあ、とりあえず低音ともう本当に低い低音が出るっていうのと、うん、まあ、あと倍音成分が多いかっこいいっていう、かっこいいですね、そういう声が出る桃江さんでございました、はい、ということで、この動画はこれぐらいにして終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございます。